この動画では放射線技師が救急の現場でレントゲン撮像をした際に骨折を見逃さないための技術についてお話をしています。そのために各部位の骨折の病態について理解を深め、それぞれの骨折の典型パターンや分類を整理し、骨折線をイメージできるように訓練していきます。そして見つけることが難しい骨折を医師に適切に報告し、また骨折線を説得力を持って病出できる撮影能力、もしくは追加撮影技術を身につけることを目標にお話ししていきたいと思います。こちらが今回の症例となります。46歳男性で、意識消失発作による転倒によって膝を受傷した症例です。膝の受傷ということで大腿骨や頸骨、腓骨などを観察すると思いますが、明らかな骨折線は見受けられません。しかしよく観察してみると、この膝蓋骨の部分に縦状の骨折線のようなものが見えます。側面では骨折線は全く分かりません。そこで医師と相談の上、スカイラインビューを追加してみました。そうするとこの部分の骨折線が明瞭となり、こちらの症例は膝蓋骨の縦骨折というふうに診断されました。今回はこのような膝蓋骨骨折に焦点を当てて説明していきたいと思います。膝蓋骨パテラの骨折ですけれども、膝関節周辺の骨折で最も頻度が高い骨折とされています。受傷起点は直接損傷と関節損傷の2つがあり、直接損傷は車の脱臭ボード損傷など直接外力が加わって骨折するタイプ、関節損傷に関しては膝関節の急激な屈曲による大腿四頭筋の緊張が伝わって折れる骨折です。臨床的には膝前面の強打のエピソードを聞くこと、そして膝蓋骨自体を押して痛みがあるのか圧痛があるのかが非常に重要となります。膝伸展機構の破断や3ミリ以上の転移、2ミリ以上の関節面不適合で手術選択が考慮され、手術に関してはこのような軟膏線による固定が行われ、引き寄せ締結法や周辺締結法があります。こちらに膝蓋骨骨折の青分類を示しますが、膝蓋骨骨折に関しては骨折の種類として横骨折と縦骨折、そして粉砕骨折に分けると分かりやすいです。横骨折に関しては50%から80%、縦骨折が12%から17%、残りが粉砕骨折という割合になります。そして骨折があった場合ですが、転移の程度によって手術方針が決まります。そして膝蓋骨の骨折に関しては正面像は大腿骨がかぶっていて分かりづらいですが、丁寧に観察します。そして横骨折の場合は側面像、縦骨折の場合はスカイラインビューが見やすいビューというふうになります。こちらの症例は76歳女性で、転倒し膝を強く打撲した症例です。正面像でも骨折線が分かりますが、このような横骨折に関しては側面像が分かりやすいです。またこのように転移が非常に強い症例に関しては手術適用となります。軟膏線による固定が行われた症例です。こちらの症例は74歳女性で、粉砕骨折の症例です。粉砕骨折では正面像、側面像、スカイラインビュー、いずれも簡単に骨折を見つけることができます。こちらの症例で説明したいことは、骨折を観察するときに表示条件を工夫しようということです。こちらデフォルトの表示条件ですけれども、このように少し表示条件を変えるだけで骨折線を強調することができます。簡単な骨折は見つけることが簡単ですけれども、非常に難しい骨折の場合、このような骨折を強調したようなウィンドウで観察することによって微細な骨折を見つけることができるかもしれません。またそういった場合にはデフォルトの濃度に加えて、このような骨折を強調した濃度の画像も別で送信しておくと、ドクターの方も見やすいというふうに感じる可能性があると思います。この症例は CT が施工されましたが、 CT は視上段、環上段、横断像、さまざまな方向で観察できるため、このような骨折の形態が把握しやすく、またこのようなボリュームレンダリングを作るとさらに視覚的に骨折線の状況を把握することができます。ここからは特殊な症例について見ていきたいと思います。81歳男性で、膝をぶつけましたが医師の診察では疼痛はほとんどなかったという症例です。膝を観察してみると、正面像で
室外骨のこの部分に骨折線らしき構造物があります。側面では分かりづらいですが、スカイラインビューではこの部分に線状の構造物が見えます。もし仮にこれが室外骨の骨折だとするならば、疼痛がほとんどないというエピソードは少し違和感があります。実はこれは分裂室外骨と言われる症例で骨折ではありませんでした。分裂室外骨パータイトパテラは複数の骨に分裂した室外骨のことを言います。こちらの症例のように2つに分裂した場合は2分室外骨、3つに分かれた場合は3分室外骨と言いますが、そのように3つ以上に分かれる場合もあります。こちらは病的意義はなく正常変異となるため、救急の現場で分裂室外骨と判断された場合には診察終了となります。小児や若年者に多く、男女比は9対1と圧倒的に男性が多い特徴があります。多くの場合は無症状ですけれども、激しいスポーツをしている方などであれば、そのスポーツなどによるストレスによって症状が出てき、痛みがある場合には有痛性もしくは症候性と言います。それでは分裂室外骨と実際の室外骨骨折をどのように鑑別するのかというと、まずは分裂室外骨の分類を知っておくことが重要となります。分裂室外骨にはこのソープの分類があり、1型と2型3型がありますが、この外側に斜めに生じる3型が圧倒的に多いと言われています。こちらの症例でも外側にこのような斜めの線で分裂しており、分裂室外骨の典型例と判断することができます。また分裂室外骨の特徴について知っておくことも重要です。分裂室外骨は男女比でいうと圧倒的に男性が多いため、このような症例を見たときに男性であるならばより疑います。また分裂室外骨の 40% から 45% は両側性と言われており、片方で分裂室外骨を疑った場合には反対側を撮影するというのも一つの手となります。このように左右対称に同じような線が描かれた場合には分裂室外骨と診断することができます。片側だけのオーダーだった場合、医師とコミュニケーションを取り両側を撮影するということも提案してもいいかもしれません。また分裂室外骨と室外骨骨折は画像上でもある程度鑑別することができます。こちら上が室外骨骨折で下が分裂室外骨の症例ですけれども、分裂室外骨の場合には線状の等量像の周辺にこのような硬化した縁が出てくることが多いです。このような下骨形成がある場合にはより分裂室外骨の可能性を押すことになります。こちら室外骨骨折ですけれども、線状の等量像の周辺に下骨形成や硬化した縁はありません。またこのような画像上の特徴とともに実際に室外骨を軽く押させてもらうといいと思います。基本的に骨折と圧痛というのは必ずセットになりますので、この部分を押してみて圧痛がない場合には確実に分裂室外骨であるというふうに判断することもできると思います。続いて室外骨の特殊な症例について見ていきたいと思います。13歳男性でバスケットボール中にロッキングしてしまった症例です。正面像では異常は明らかではありませんが、側面像を見てみると室外骨の下腹に裂離骨折があり、室外骨が異常に上に上がっています。このような室外骨下腹の裂離骨折、そして室外骨後位の所見があるということで、室外骨スリーブ骨折の症例です。室外骨スリーブ骨折パテラスリーブフラクチャーは室外骨下棘の関節軟骨を一部含む裂離骨折のことを言います。稀な外傷ですけれども若年者に多いという特徴があります。臨床症状としては膝伸展困難もしくは不可能となり、レントゲンでは裂離骨片の観察、室外骨後位の所見を読むことが非常に重要です。この方はその後 MRI が撮像されました。 MRI では T2 強調画像で周囲の炎症、液体貯留、そしてこの下の部分に室外腱があるんですが、この室外腱の損傷を確認することができます。またこちらの症例では T1 強調画像と T2 強調画像でこの部分に裂離骨片を確認することが可能です。それでは今回勉強した室外骨骨折についてまとめていきたいと思います。臨床では膝前面の強打のエピソード、そして室外骨の圧痛が非常に重要です。分類に関してはこのような青分類を扱いましたが、
撮影する側としては横骨折、縦骨折、粉砕骨折の3つがあるということを覚えておきましょう。正面像では骨折が分かりづらいことが多いですけれども、側面像ではこのような横骨折、そしてスカイラインビューではこのような縦骨折が非常に分かりやすいです。我々にが一番貢献できるところとしては、正面と側面しかオーダーがないときに縦骨折を特に疑う場合にはスカイラインビューの追加を提案することです。大腿骨と脛骨に骨折線がないことを確認の上、もし縦骨折を正面像で疑った場合には医師にこちらからスカイラインビューの追加を提案できたら良いと思います。以上が今回の動画のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。